皆さんこんにちは、稲葉浩志です、お久しぶりですね、いかがお過ごしでしょうか、久しぶりのですね、今日は、このエンジンサイトにおけるエンジン対談、がやってまいりました、今回はちょっとまあ歌うことについてなんか誰かとお話ししてみたいなと思いまして、今日はこの方に来ていただきました、Mr.Children の桜井和俊さんです。ようこそいらっしゃいました。嬉しいです、もうお呼びいただいて。いいえ、とんでもないです。もうちょうど思いついた時に、来てくれるかなと思ってですね、はい、で実際にお話ししたのがちょっと「M ステ」のバックステージでちょっと話したりとか、はい、まあ、コンサートね一回見せていただいたんで、そのバックステージ、その時もまあご挨拶程度で話してたんで、こうやってもう面と向かって話せる機会があるということで、私にとっても非常に貴重なチャンスをいただいてありがとうございます。とんでもないです。こちらこそもう2つ返事で来ました。本当ですか。もうぜひっていう感じでオファー出した時にですね、まあ、簡単な急に声かけられてもちょっとびっくりするだろうなと思って、メッセージをお送りして、で、まあ、これで嫌だって言われたらまあいいかなっていう話をしたんですけどまあ来ていただいて、アルバムもねリリースされたりして、お忙しそうだったんですけど、もうなんか今日はですね、ちょっとまあお互いのまあ最大の共通項といいますか、はい、まあ、歌ってるということで、歌う際のですね、なんか気分とかあるじゃないですか、はいはい、まあ、レコーディングもそうだし、それからまあもちろんツアーも、まあ、そういう時になんかこういろんなこと、こうなんだろう、生まれてくる感情とか、うんうん、そのなんかそういうのって皆さんどうしてるのかなっていう単純な、はい、ところからまあスタートして、まあ、なんか聞ければなという、はい、ことなんですけども、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。本当にないですよね。ないんですよ。なんかトーナメント戦の違うサイドのトーナメントにいるっていう感じです。ね、はい、なかなか本当に接触する時がないっていうか。そうですね。でもあれ何の時でしたっけね、稲葉さんがミスターチュードレンホール回られたことあります？あれもだから M ステの年末 の、 スーパーライブでしたっけ、うんうん、であそこでみんな最後集まるじゃないですか、はいはい、でお疲れ様でしたみたいなところで3355みんな散らばって帰っていくじゃないですか、はい、その時になんか話する機会があって、うんうん、まあ、お疲れ様でしたっていうことで話してる中で、そのツアーの様子を多分僕聞かれたと思うんですけど、そうですね、はい、何連ちゃんとかやるんですかみたい な、 なんかそんなような話で、まあ、やってて、僕らがちょうど全国のいわゆる会館を回ったり、うん、まあ、いつもしてたんですけども、はい、そういうのやって、あとその中でいわゆる小さい町とか離島をよく回ってたんですけども、うんうんうん、行く前からなんかその実行委員会みたいな、はい、委員会みたいなのを作ってて、そのいわゆるそれは上りを作ったりとか、はいはい、迎えてくれるのに、だからまあ文化祭じゃないですけど、そういう町がみんな一緒になってこう町ぐるみでなんか迎えてくれて、でコンサートやってる時は会館の外に屋台が出たりとか、お祭りみたいに、それでそれが終わって帰る時に島だとフェリーとか乗るじゃないですか、そうするとまあこうやって手振ったりしてくれるんですけども、なんかその祭りの後じゃないけど文化祭とか終わった後の、うん、これもまた寂しくなっちゃうのかななんて勝手に想像して、そしたらその今月もまあ僕ら来たけど、はい、来月は例えばミスターチルドレンさん来たりとか、はいはい、そのサザンオールスターズが来たりとか、うん、まあ、本当に来たらなんか順繰りで全国盛り上がるだろうなっていうのを想像して、でたまたままあちょうどお話しする機会があったので、ミスターチルドレン行って喜びますよ本当にっていう話をしたのが、まあ、そうですね、そういうふうに言っていただいて、その後すぐにメンバーとその話したんですよ、稲葉さんがそういうふうに言ってたんですって、で僕らもうその後ホールツアー回りました、うん、いいですね、でもホールツアーホールツアー、うん、結構やられますよね。そう、昔からやってましたね。そうなんですよね、僕らあんまり経験がなくて、逆になんかすごいやってるイメージあったんですよ、ね、あ、そうですか、なんかホールツアー組むんだけど、まあ、その間にちょっと僕が病気になったりとか、そういういろんなことで飛んじゃったりとか、で結局
まあアリーナとか大きいところでやることが多くて、でもホールってまあその動員数が少ない、でもそのスタッフは一緒に回らなくちゃいけない、で経費をまあね、あのリアルな話になっちゃうけど、経費をなるべく少なくした方がいいから、あの宿泊数とかもあの少なくした方がいいとなると、連チャンになったりとか1日おきになったりとかってなるじゃないですか。それが僕は久しぶりにやってつらかったですね、スケジュールとか。スケジュールで、そうかそうか。僕らはだからその例えばアリーナのツアーが決まったら、そのスケジュールが決まったその前にその何本かとかって一緒に全部組んだったりするんですけども、だからそのまあやり方でも定着してるんで、はい、慣れてるんですけど、でまあ年齢もあるのか、そのまあ、行ったことのない街に行くのが楽しかったりするんですけど、あんま出歩いたりはしないんですけど、でやっぱり日本っていっぱいその綺麗な会館があるじゃないですか、この街にこの会館みたいな、だからそれをやってると本当にもうやれるところはすごくいっぱいあるんで、僕はなかなかねいい会館があっても楽しむ余裕がないですね。本番をですか。本番、まあ本番はツアー全体っていうこと。ツアー全体もそうだし、会場に入ってリハして綺麗だなって思うけど、それより今やらなきゃいけないことがあるとか、今日声出るかみたいな、そういうのいっぱいいっぱいになっちゃって、それはまあだから本当朝起きてえっていう時もあるし、でまあこれだけねあのやってると、そのこのパターンもあるし、あのパターンもあるしって、いろんなパターンがこうあるじゃないですか、自分のコンディションの今日はあれだなとか、でもこれでそれだけやって、そのなんかパターンを学んでるつもりでも、なんかその対処法だと解決しないこととか出てきたりとかで、まあそれはまあボーカリスト皆さんそうなのかなと思うんですけどね。でもまあそうやってホールツアーねやられてよかったです、すごく。あの稲葉さんが言ってくれて、でも常にこれ稲葉さんいつもやってんだって思って、すげえなと思ってました。どうなんですかね。で僕飛ばしちゃいましたもん、結局。あ、そう、1本2本かな。それ喉の喉の調子で、まあその時あの具合がちょっと良くなくて、喉がなんか嫌な感じと思ってて、薬飲んじゃったんですよ。でその薬気をつけてるつもりなんだけど、なるべく漢方を飲もうと思ってたんだけど、実は漢方に見えていろんな成分が入ってて、あのなんていうんですか、水分を全部奪っちゃうような薬が、喉がカラカラになっちゃうんですよ、それ入っての飲んで、で10曲ぐらいまでやったのかな、そのぐらいでもうこれ無理だってなって、あのお客さんに謝って、申し訳ないけど今日はちょっと無理ですってお客さんに謝りますよね、やっぱり。そうなると、その歌ってるとなんて言うんだろう、演奏はやっぱりしっかりどんどん続いてる中で、自分の中でこうやりながら、そのこれはまずいなっていう思いがこうだんだんこう締めてくるじゃないですか、頭の中。その時の感じが嫌です。嫌ですよね。本当に嫌ですよね。これをだからもう外にも言って、あの無理だよっていう判断、そこは自分最初やっぱり自分の判断になるじゃないですか、無理っていうところ、だからそれを決断する勇気をこうあ、でもそういう時ありますか、やってて何曲か歌って途中でっていうことは。途中はあるんですよ。ありますか。安心しました。フェスでも安心しちゃいけないけど喘息があるので、それをこじらして数年前とかも結構大変な時がありました。あ、そうですか。で一回中断して、あの15分だけ時間もらって、少しちょっとそのなんていうんですか、あのボイストレーニングみたいな簡単なやり直して、それでもダメそうだったらやめるっていうんで15分でちょっとそれこそ急にしたりとか、
発声練習していけるかなもしかしたらっていうんでその時はやったんですけども、あ、やりました、でもやっぱり、そういうことはありますよね。ね、それでそのそうなんです、吸入って言ったんですけど、そのさっき言った M ステのそれもまた違う回の時です、ね、はい、それもやっぱりでもそのいわゆるスーパーライブの時で、でミスターチルドレンの後だったのかうち、その前室みたいなとこあるじゃないですか、はい、ステージの、で桜井さんがなんか吸入器そこに持ち込んでて、はい、でこれダクトみたいなこうやつで吸入しててもうそこにしか僕目がいかなくてですか、すごいの使ってるとあれ、あのハンディのこういう吸入器はあるんですよね、それ乾電池で駆動するやつ、でもそれだとその蒸気があんまり細かくなくて声帯まで届かないんですよ。なのでスチームのやつがいいんですよね。でそのスチームのやつってあの電池駆動っていうのがなかなかないもんで、あのミニのバッテリーをスタッフさんに買ってもらって素晴らしい、そこにあのコンセントつないで、なおかつあの吸入器ってこう口と鼻を覆う僕はすごくよくわかります皆さんがわかるからっていう、でこれ、メイクしてるとここのところとかも全部来ちゃうんで、それを僕自分で改造してホースでこう加えられるようにそれを作ってた。僕そのダクトの部分がすごい気になって、それどこのやつですかって聞いたんですよ。そしたら自分で作りましたって、すごいなこの人と思って。あれって確かにそのふわーっとくるのがこう顔に当たるのと同時にその全部吸い込みたいのに全部逃げちゃうっていうのがあって、であれいいなと思ってて、それのすごい印象があって、あの言っちゃうともうそこの印象が今回 の対談につながったっていうかこれやってるんだすごいなと思って。でも今出ましたよね、こういう。出ました、それ使ってます。はい、あんですか。でまああれやってるとなんか吸入器ってそのもちろん喉のためにやるんですけど、だんだん気持ちがこうリラックスしてくるっていう なんかそれにまあ多分多少依存してるところがあるのかもしれないですね、まあ、精神的に。なんかそれでもずっと使ってますけどね、あのでも歌う皆さんやられてるんじゃないかと思うんですよね。そうですよね。なんでついついツアー回るたびにいろんなものが増えちゃうじゃないですか、吸入器だったり漢方だったりこう薬だったりっていう、それだからそれがないと不安になっちゃう自分が嫌で、できるだけあのツアーがリセットするたび、新しいツアーが始まるときには全部今までのことなしにして一から集めていくようにはしてて、すごくわかります。その細かく気を使ってる自分がたまにロックだろって言っていいじゃんそんなのっていうふうに思いたい自分がいるんですけど、でもなんかその今までまあ海外のミュージシャンなんかとも会って話したりするとみんな結構真面目にやってたりして、あ、そうですか、はい、あの発声練習もすごい真面目にやってる人も、あの結構なロック系の人でもみんなやってて、そこはまた別なんだなみたいなところはありますけどね。確かに本当にいろんなものに頼るようになってきて、そうですよね、漢方とかも僕もちょうど去年も配信用のライブやった時に自分で調べまくって、結局これが一番この呼吸器系にはいいのかなみたいな感じでやったらあの買って試したんですけども、でそれがまあ不思議なものでそのツアーっていうかライブが終わるとそこまで気にしなくなっちゃ う, はい、はい、そうですよね、もうそれの連続なんです、ね、そうなんです。ツアーの僕打ち上げの時とか、もうわざと声を潰します。もう今まで風邪ひいちゃいけない今までできなかったからそうそうずっとあの大声で笑わない、あとはガハハとかあの喋らないとか気を使ってるじゃないですか、その自分を全部もう払拭するように。なるほど、はい、ぶち壊しにかかります。あそれもまあ開放感がね、そうですね、ありますから。も確かに僕も一番気持ちいいの本番が終わった後のシャワー浴びてる時が気持ちよかったりするので、でもそれってやっぱり本番が充実してないと気持ちよくないんですけど、まあそうですね、だからやっぱりそういう
歌う人ってそういうあれなんですかね、やっぱこう抑えて抑えてっていういろんなところをやってるんでしょうね。そうですよね。でも若い時は全然気にしてなかったですけどね。それに例えばそれに対して の, そのバンドの皆さんとかってなんかこう別にこう気にかけるとかっていうあれあるんですか。どうなんでしょうね。いやすごい気にしてくれてはいると思うけど、うん、あんまりそのバンド同士がこう声を掛け合ったりとかするコミュニケーションをしないんで、うんうん、でもあの雰囲気なんか横目で僕のことを気にしてくれてる感じとかは感じ取れてるから、うんうん、ボイストレーニングとかは、はい、あのデビュー当時から今までっていうのはしてるんですか。ボイストレーニングはですね、トレーナーをつけてっていうことですか。いやもう自分でやってます、たまにその昔ですけどそのこういうボイストレーナーいますよっていうの紹介されてその先生のところで短期的にちょっとやったりとかはしましたけど、はい、でも基本的にはそういう先生についてっていうのはあんまやってないんですよね。そうですか。だからもう自分で資料を集めて、で CD か教則本じゃないですけど、でやってそれをまあその本番前にやったりとか、でも気がつくと最初にやろうと決めてたことやってなかったりとか、はいはい、そういうことも多いんですよ、まあ、そうですよね、デビュー当時にちょっとだけやってて、でもこんなん何の役に立つんだと思ってやめちゃって、うん、で5、6年前ですかね、うん、もういよいよだからそういうの喉の調子が、うん、悪くなることが多かったりとか、うん、あと世の中的にもこう歌を上手に歌うっていうことが、はいはい、うん、すごく価値のあることのように言われたし、うん、あと若手のすごい歌える、いやもう皆さんめちゃくちゃ上手いし、ですよね、その歌のテクニックに関して論理的に詳しいし、うん、はいはい、そんなこと僕知らないんですけどみたいな感じじゃないですか、ね、はい、でも今の皆さんは本当すごいですよね。だからそういうのをまあ感じてちょっとボイトレの先生についてやろうと思って、うんうん、初めて、まあ今もやってますけど。素晴らしいですね。いや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 、もうなかなか上手くなれないですね。それはでもその自分の今までそのやりやすかったっていうか歌いやすい、歌いやすいというか自分のスタイルでやってきたことがその喉に負担をかけてたりしたのかなみたいな気持ちはあったわけですか。こう振り返るとまああんまりその歌うことにしこだわってないボーカリストだったんですよ、うんうんうん、なんですかね、逆に歌が上手いシンガーが恥ずかしいと思ってバンドのロックバンドのボーカルをやってたところがあるから歌なんかうまく歌わないと思ってたんですが、でもちろん昔はその何にも考えないで歌っていたので歌えてた、うん、でもそれはまあ歌えてたのか歌えてなかったんだけど自分では歌えてると勘違いしてたのか、それはちょっと今ではもう分かんないんだけど、ただ最近だと思うことは気持ちが乗ってたり、例えば初日とかやってやるぞっていう時は声出るんだけど、あれなんかおかしいぞ喉の調子が、これ初日とか全然出てたのが出ないわってなって、あらひょっとしたら僕は気持ちで歌ってきていて技術でカバーできないんじゃないかと思ったんですね。でそれをもうすぐ50になる、あもう僕は51ですけど50になるなってその何年か前に思って、50になっても歌っていたいので、いまだにでもじゃあ気持ちが乗ってないでうまく、技術で歌い上げられるとしても、うんうんうん、これは本当にいい歌なんだろうかって、うん、自分で練習してたり録音した歌を聴いて、うん、一心一体をずっと繰り返してるような、今もそういう感じですか。そうですね。自分の声の声質というかその声自体の変化とか感じますか。声の変化も、経年というかその声の変化なのか、
なんだろうな、もっと若くて女の子に興味があるような年代だったら多分そういう声を出してたんだと思うんですよね。だけどもうもはや恋愛にもそんな興味ない、うーん、もっと言えばこう男として、あ、どういうふうに進んでいくか、どういうふうに枯れていくか、年を取っていくかみたいなのを人生の中で考えているのに、うん、若い頃のようなあの可愛い声は出ないんだろうなっていう、うんうん、だからそこに対して、まあ、悔しさもあるけど、うん、一つもうこれはしょうがないと思っていて、ただあの自分が作った過去の作品 と、それをいいって言ってくれた皆さんに失礼がないように、うん、あの昔の歌を今も歌っていたいとは思うですね。声質はどうですか？変化、声質は変わりましたね。変わりました、だいぶ変わったと思いますね。それはまあ、聞いてくれてる人もファンの人もまあ気がついてる人もいると思いますけども、まあずっとこう酷使してきて変わってきた部分もフィジカルとしてあると思うし、それからまあ途中で手術をやったりしたこともあるし、まあ基本的に体の器官の一部なので変わってはいくじゃないですか。だからその中で太くなったりこう細くなったりとか、前音が増えたり減ったりとかっていうのはずっとありますね。だから今こう昔の曲聴いたりすると、なんでこんな風に出たんだろうっていういい風に思う時もあるし、そのこんなこう締め付けて出したこうなんでこれ自分でオーケーしたのかなみたいなところもあったりとか。してますね、はい、そうですよね、その昔の方が良かったなって思うことばっかりでは全然ないんで、うん、はい、僕も手術あの先生から勧められて、スティーブ・タイラーがやってんだよっていう手術をしました、あ、したんですか、はい、やってないですか、あの、声帯が硬くなってこう、まあ肌でいう、シミができる、そのシミを美容整形みたいにレーザーで焼いていくっていうやつを、それはその特別そのなんか問題があってやるわけじゃなくてですか、ちょうどまあ声がちょっとおかしいなと思ってた時期があり、まあそこには原因があって、僕脳梗塞の病気をやってたので、あの血栓ができないような血が固まらない薬をずっと飲んでたんです、だからそれで歌うからこうどうしても内出血が早い、充血してきますからね、ずっと内出血してる状態だったんで、まずあの見てもらったのをきっかけに薬をやめる、でやめてなおかつ、その喉の声帯の硬くなってるところを、まあ、レーザーで焼いて、それはその結節っていうかポリープとはまた違うものなんですか？ポリープとまた違うものです、はい、それを焼いて焼くとその硬くなったところどうなるんですか？が柔らかくなってつるっと、そうですか、はい、あのスティーブ・タイラーが手術してるのをなんかナショナルジオグラフィックなんかでやったの見たんですけど、はいはいはい、あれじゃあそれなんですか？それです、それです。そうなんだ、はい、どういう感触なんだろう。でその実際はどうなんですか？でも僕はでもすぐにそれでつるっと良くなったかと言われれば、やっぱりこの手術後の、まあ、スポーツ選手の筋肉だとしたら、手術した後に実践でそのライブで過酷なツアーに、使えるまでのコンディションにするまでには結構かかりましたね。あとはその前の声帯のその硬い声帯で出す方法を自分も体に身についちゃってるから、こう声帯だけツルツルになっても自分のその力み方とか締め付けなきゃ出さないっていうこの脳にインプットされるある種の道具の使い方を体が覚えなきゃいけない、はいはい、そうなんですね。結構時間かかりましたね。 それどのぐらいですか？そのいわゆるそのコンディショニング期間っていうかリハビリ期間は1年ぐらいかかったかもしれないです。そうですか。その
手術してしばらくした時に、またなんかおかしいなっつって、うんうん、なんかおかしくなりましたね、でまあそれも先生からしたらそれはまあ当たり前というか、今言った自分のその道具の使い方と道具が変わったことに対しての微調整がうまくいってないからこうなるのはまあしょうがないと、うん、そうか、そんな手術あるの知らない、僕はもう思い切ってやっちゃいましたね。やりたい気持ちはすごくわかりますね。一回そのコンサート見せていただいた時に、横浜アリーナだったと思うんですけど、はい、でちょっとご挨拶させてもらった時に、今日喉があって言ってた。でもやっぱりあれって見てる方はそんなに気にならないっていうか、あ、そうですよ、やっぱり声が多少こうかすれたりするのっていうのは見てる分には、まあ、自分じゃないんで、よく聞こえちゃうっていうか、その時の僕にはそうだったんですけど、だからでもやっぱり本人はやっぱり気になることも分かるし、ね、だからその自分が例えばそうだった時に調子がうんっていう時に、人が良かったよっていう時には、まあこういう気持ちなんだなっていうっていうのは分かりましたけどね、でも声がものすごくコンディションがいい日にライブをやっても次の日歌えなくなるんじゃないかっていうぐらいシャウトしたり情熱を歌にぶつけるのがロックシンガーだみたいに思ってる節があるんですよね、うんうん、で2日、例えば2日続いてる時とかは、はい、僕はもう絶対2日目の方がいいんですけど調子が、その、まあ、多分もっとリラックスしてるっていうか、だと思うんですけど、まあ、そうですね、次の日のこと考えないで歌えるっていうのもあるかもしれない。で例えば、まあ、ライブ自分の喉の調子がもう最高にいいっていう時のライブが、ライブ自体の出来が最高っていうのとまたちょっと違ったりして、まあそこはまた別の話になってきちゃうんですけど、うんうん、でも気持ちよく歌える時のライブがやっぱりいいですけどね。そうですね、当たり前ですけど、僕もそういう時はそのシャワー浴びながら、さっきまで何曲も歌ってんのにずっとシャワー浴びながら歌ってます。あ、なるほど。人の曲ですけど。それでもやっぱ歌いたくなる。歌いたくなりますよね。もう上機嫌で歌ってますね。いっぱいいますよ。もうもちろん稲葉さんもそうですし、まあその若手のね、タカ君とかそのヒゲダンの方とか、宇多田さんとかね。宇多田さんとかね。はい、あとはでも同時にさて歌の技術が高い方もそうですけど、中島みゆきさんとか吉田拓郎さんみたいに言葉が伝わる歌を歌えるっていうのもすごく羨ましく思いますね、うんうん、そうですよね、もう言葉にたまたまメロディーがついてるみたい なんかリズムとか、うんね、だからきっとその言葉に最適なその旋律だったりするんでしょうね、うん、はいはい、やっぱそういう方たちだと、うん、作詞作曲もされてますけど、僕は割とあるんですけど、その発音するのがちょっと苦手な音とかってあります？いいよはもうすんごい苦手です。どうです？アダン、あ、アダンですか。僕アーは逆に嬉しいです。アダンを伸ばすのが苦手。でもこれ言っちゃうとそういう風にこの後聞かれるのが嫌なんで、あんまりちょっとあれなんですけど、割とねそういうのがあるんです。ああ、そうですか。まあ、ただそのキーにもよるんだと思うんですけど、長年やってきた中で割とそういう、アダンの音を伸ばしたりするのはなんかねうまくいかないことが多いですけど、ね、本当ですか。僕ボイストレーナーの方についてその苦手なところを教えてもらう、克服するためにいろいろアドバイスを受けるんですけど、何回かその話を聞いてみるのは面白いかもしれないです。そうですか。なんか、例えば歌の中で高い音どうしても苦手だなって思っちゃうじゃないですか、うんうん、でそれこれを克服するためにこの高い音にたどり着く前の音で休んどくっていう力を抜いておくと出やすくなったりするっていうのが
でもやっぱり力が抜けてるっていうのが大事なんですね、きっと。そこの状態をいかにして作るかっていうことでしょうね。僕は割と力入っちゃう方なんで。そうですよね、はい、どうしてもこれ苦手とか難しいと思うと力入っちゃいますもんね。もうこんな構えてるそれが一番良くないんですけどす、ね、ありますね、そういうことは。でもまあ他の、まあ、例えば自分がいいなって思ったような人もまあそれなりに皆さんこうその苦手な部分みたいなのあるのかなとは思うんですけど、ね、うん、いろいろこう自分にないスタイルとかを、ね、あの自分も身につけたいと思って研究することとかってありますか？そうです、僕あんまりそのこう幅広い歌い方ができるわけじゃないんで、やっぱりいろんな人の歌とか聞くとファルセットとかも多用しないし、やっぱり、で例えばそのデモ作ったりとかその詞をはめたりするとかにいろいろ試したりするんですけど、うん、割と最終的には自分のスタイルに戻ってしまうことが多いです分かります。僕はもうお風呂場で結構歌うことが、まあ、湿度も保てるから、あのお風呂場でいろんなの研究してますね。あの最近 やってんのは、大沢ん、そして僕は途方に暮れる、大沢義行さん、はい、大沢義行さんの、もうすぐ雨のハイウェイの、雨のっていうのが高い A で、僕が歌うとそこもう肉弾戦というか全魂に乗っけて A いくんですけど、それをこうかすれながら出すっていうのの研究を今はちょっとやってます。すごくよくわかる。もっとこうエアーが入ってて、はいはい、そうですそうです。洋楽をよく聞く僕らの世代なんか、だいたいロッド・スチュワートっていうシンガーがそういうえらい高いところなんだけど、軽くわーっと歌ってて、なんでかなで、こう青筋立てて歌ってるような感じでもなくて、でももともとはその人のレンジとか声帯の作りが違うっていうところはもちろんあると思うんですけど、はいはいはい、それをさらっとこう出せるっていうのはやっぱり憧れますよ ね。僕なんかも割とガナって聞こえちゃうんで、だからそういうふうにあのトライしたりもするんですけど、そのうまくいかないことの方が多いですけどねでもファンの方も望んでないっていうのはそれもまたあるんですよ。そうですね、確かに、そのいいか悪いかっていうのを客観的に聞いて判断されるときに、はい、それがいいされるとは限らないんですね、僕が頑張って例えば変えたとしても、でもそのトライしてみたり、そこの中でその過程でいろいろ学ぶことはまたね、その自分の歌のスタイルのためにはやっぱりいいことだから、そうやってまあまめに研究されてるのは素晴らしいですよね。いやでもこんなに研究、歌のことを考えると思ってなかったです。5年前とかはそんなに歌に比重を置いてなかった あの考えでスタートしたからそうですよね。井上さんは結構歌っていうものに比重を置いてました？だからきついことが最初から多くて、そのハードロック上がりだったりするので、はいはいはい、そのまず基本キーが高かったりするじゃないですか、はい、でまあシャウトするのが基本みたいな感じで、年齢も若いと割とそういうのができちゃったりもするし、そういうふうにやってる様もそんなにこう恥ずかしくないっていうか、もうエネルギーあふれてる感じがこうそれが良かったりするじゃないですか。でもやっぱり自分の声質も変わってきたりするし、その思うこともさっきおっしゃったように変わってきたりもするし、使う言葉も多少また変わってきたりもするし、そういう中でその自分がこうやろうとしてたっていうか、割と激しいスタイルだけだと自分のこの感情の表現ももうできなくなって来るので、そういう中でのまあそのもっと最適なキーに変えたりとかっていうことは、あの昔よりは、昔もうキーなんか何でもよかったっていう僕自身はねどのキーでも歌いますよっていうようなとこがあって、しかもビーズだと僕曲作ってないので、もう例えばギターの気持ちのいい
キー、はい、でそれでいけるんだったらって、もうそれでもう構わないって感じでやってたんですけど、もう最近は割とキーのリクエストとかしますね。僕はまあ常に歌っている、まあ、それは心がけているんじゃなくて、まあ、歌が好きだから歌ってるっていうのもありますけど、歌うことと、あとはまあ、サッカーが好きなので、うん、それをやりながらこうコンディションを整えていく感じですね。サッカーやられてるの知ってるんですけど、ええ、ツアー先でもやったりするんですか？昔やってました。もう今考えると、ええ、本当にアホかって本番前にその相手方 そのイベンターさんに相手方のチームを呼んできてもらって、アリーナとかだと屋上とかにちっちゃいこう何て言うんですか、バレーコートみたいなのそれをフットサルコートに変えて何ゲームかやった後にリハーサルして本番やるみたいな。で昼一とか午前中の遅めでやったりする。そうです。他のメンバーの皆さんも、他のメンバーはやらないです。やらない、はい。それが普通だと思いますけどね。でも 今はもう完全そんなことやめて。そうなの、はい。何かされてますか？いや僕もう割とそのむちゃくちゃストイックにやってると思われがちなんですけど。はい、思ってます。そうですか。だから それが逆にプレッシャーになってるんですけど、それ言うほど別に毎日10キロ走ってますとかそんなことやってないんですね。でさっき僕も一緒なんですけど、とにかく歌を歌ってなく歌わない時間が長くなると、その軌道にすごい時間がかかり始めるので、だから間が空いちゃうと本調子になるまでまた戻るのにどんどん時間がかかるようになってきちゃってて、だからなるべくその歌うようにはしてますけど、でも桜井さんほどそんなにまめに歌ってないかもしれないですね。でもやっぱりどんどん歌った方がいいなっていうのはすごい実感してますね。あとはもうストレッチばっかり。ストレッチか。なんか怪我をしないようにっていう。ああ。僕は去年2回ぐらい骨折ってます、足。1回はサッカーで、1回は交通事故で。交通事故。そう、アメリカ行った時に、車の車線逆じゃないですか、それを日本の感覚で渡って、で日本だとまあこう来るからこっち見て足踏み出すんですけど、歩行中に、はい、逆見て跳ねられたんですか？跳ねられました。まあついてない1年でしたけど、去年は、まあ、その事故はしょうがないですけどね。そういうそのふとしたこうツアー中の時もそうですけど、なんか不足の動きの時にいきなり体痛めたりすることが、はい、ああそうですね、増えてくるので、まあ、ストレッチすることの時間が長くなりましたね。そう、だからあと、まあ、喉のケアとかも本当ツアー中はもうめちゃくちゃやるんですけど、やっぱり、はい、ツアーが終わるとどうも手抜きというかケアに関してね、そうですよね、もう目標がなくなっちゃいますもんね。気にしてられないみたいなところはありますね。今だからコロナ禍でこうツアーとかもなかなかこう予定を立てれないんで、まあ心配ですね。アルバム、ニューアルバムはこのコロナ禍の前なんですか？あれはロックダウンする直前にレックし終えた感じなので。そうなんだ、はい。今制作はしてますか？ちょこちょこやってますね。そうですよね、制作しないと本当にもうミュージシャンって何なんだろうって思ってきちゃいますもんね。結局新しい作品作ってもね、まあ、はい、テレビではまあ歌う機会あると思いますけど、そのやっぱり普通だとね、それ持ってやっぱり皆さんの前で歌うという流れですから、それができないのはちょっとなかなか存在価値を疑うってよく分かりますよね。どなたかが職業とは社会に提供する機能のことを言うって言ってて、で、あ、俺も本当この1年
何にも社会に提供できてないと思って。いやでもテレビ通して歌われるの見ましたけど。あ、そうですね、はい、それはでもだから久しぶりに歌って、それこそ紅白歌合戦で歌われた歌なんかは、はい、あの機能としてちゃんと全国に届いたと思いました。本当に、あ、嬉しいですよ、見ていただけて、だからそれすらやってないんで何も届けてないみたいなところばっかありますけど。あ、でも、あれですもんね、ライブの、そうです、配信のライブとかやってる、はい、だからまあなんか今できるあの方法でね、皆さんやってるんだと思いますけど、でもお客さんの前で歌いたいですよね。お客さんの声を聞きたいし。そうですね、だからまあ皆さんそのシンガーも個人差あると思いますけど、特に我々っていうかこういう感じでやってきた人間としてはそのお客さんの歓声もなんかそのやっぱり歌の一部じゃないけど曲の一部というかみたいなところを作ってもらってるところあるので、その無観客でやった時はそれはそれでなんかやったことないもんで慣れないけども楽しめる部分もやっぱりなんかその画面を通してじゃないと伝わらないみたいな、そういう縛りの中でやるのもそれはそれでなんかやりがいもあるし面白かったんですけど、あ、そうですか。でもなんかその、経験としては面白かったですね。うん、やっぱり次お客さんいた方がいいかなってやっぱ思っちゃうんですよね。僕あのうかすか G っていう、はい、その別のユニットで、はい、まあ、あのリラックスしながらやってるんですけど、そこのツアーでウルトラソウルを歌わせてもらったんです。本当ですか。呼んでください。もう無条件に盛り上がりますもんね。もうあのイントロ鳴った瞬間、そのウルトラソウルやりますって言って歌い出してなくても、その、まあ、イントロが鳴った時、それからウルトラソウルの後の、なんていうんですか、ヘイっていうやつ、まあ、あの感じがもうみんな盛り上がるあの感じっていうのを、それは早くまた元通りになんないかなと思って、そうですね、まあだからこう戻りそうになってつまずいてみたいな感じの繰り返しですからね。あのお客さんを今の状態で、まあ、やられてる方、半分ぐらいのキャパシティ であの声を出さないで今やられてるじゃないですか、はいはい、あれはどうですか。僕やってないんですけど、あれは僕がやる側になったことを想像したら、ちょっと辛いかもなっていう感じありますけどね。ですよね。僕もだからそれでもやった方がいいかななんて、まあ、そういうディスカッションになるじゃないですか、はいはいはい、自分で結構やっぱイメージすると、特にまあ曲調もあるんですけど、これやってこの後し本当ですね、大丈夫かなみたいな感じになるし、それで全然平気なジャンルというか、そういう、はいはい、音楽もあるじゃないですか、だからそこでちょっとまだあの考え中みたいなところありますけどね。確かにそういう感じでライブやるならもう選曲をガラッと変えていかないとダメかもですね。ミスターチルドレンだと全員結構歌うじゃないですか。歌いますね、でもまあ静かめの席を立たなくてって聞いて、僕らも座って演奏するぐらいの、あ、でもそれはすごく全然成立しそうですね。ね、ステージ前のルーティンありますか。ルーティン、最近はそのボイストレーナーの方が一緒に帯同してるんですか。帯同して、なるほど。で一緒にそのボイトレをするんですけど、その前に体を動かして、あのボール使ってリフティングしたりとか、あとリフティングなんですね。ランニングしたりとか、してますね。またストレッチですね。ストレッチやって発声練習やっていうのがルーティンですかね。心拍数を上げたりはしないですか。上げ、多少上げて、まあ、体も動かすんで上げるんですけども、はい、そのなんか。そこからまた1曲目に行くのに何か多少下がったりするじゃないですか、はいはいはい、なのでまあちょっと
なんですけど1曲目をやりながら上げていこうかなみたいな感じ、あんま力入れないでっていう風な感じに今なってます、ね、はいはい、一応体ほぐしてはあるんですけど、発声練習もして、あんだけ発声練習したのに1曲目の出だしなんか違うなっていう時もあります、ね、はいはいはい、あれだいたい今はそのぐらいですかね。うーん、ツアー中とかは外出られます？最近仏像を見るのが楽しくなってきてお寺とかよく行きますね。そうですか、はい、一人で一人で、まあ仏像全国にありますね。そうなんですよ。外出られます？今ほんと出ないですね。出ないですか、昔は外走りに行ったりしてたんですけど、朝、はい、今なんかほんとほとんど出ないですね。もうホテルの部屋の中に。そうですね、もう部屋の中ですね。すごい、ちょっとファンの人の質問みたいな感じなんですけどバンドの皆さんと一緒に食事とかされるんですか？あと調子がいい時とか、その公演終わった後ちょっとしばらく間があるような時は行きますかね、うん、そうじゃない時はもう会場のケータリングので晩ご飯食べて、うん、ホテルでもう寝るだけみたいな。稲本さんも全くそんな感じです。全くもう空いてる時はちょっとメンバーと行ったりとか、はいはいはい、それ以外はもう本当にケータリングでも会場で食べて帰ったりとか、うんうん、そうですよね、でもそんな感じなんです。なんかそういうことが聞きたかったりするんですけどいや本当にみんなどうしてんのかなみたいな、話聞く機会はもうないんで。そうですよね、でもメンバーと食べに行ったりする時も やっぱ気になっちゃいます。その俺ちょっと喋りすぎじゃないかとか。そうです、そこまで気にしなくてもそんな喋ったりはしない大きい声でも喋れなかったりするんでそっか。でもやっぱりそういう時じゃないと言ってもあまり気持ちが乗らないんで、 そうですね、それがかえって気も使わしたりするし、うん、はいはい、夏場だとエアコンがちょっと嫌だとか言ってツアー中だとそういうこと言っちゃうんで、はいはいはい、だから言うと人にまた気を使ってもらうのもなんか面倒くさいというかあれなので、それだったら部屋にいた方がいいかなっていうことが多いです。わかります。気使われちゃいますよね。なんかそうなんですよでも本当にエアコンの温度設定なんて人によって違うから、はいはい、その他の人もいるところでそれをなんか大体的に気使われるのも困っちゃうし、困るっていうかそれにまた気使っちゃうし、うんうん、かといってこうなりながらこう食事するのもなので、そういうこともあってまああんまり出ないことは多くなりましたけどね、うんうん、僕はつい何日か前見ましたけど、バンドが演奏してくれてそこに歌おうと思うと歌詞が全く思い出せなかったりとかっていう夢はよく見ますね。どんな夢見ます？もちろんそういう夢もツアーの、でもツアーの前に大体よく見るんですけど、リハーサルやってる期間中とかは、はいはい、大体まあ歌詞が分かる、うん、あとそのステージ上でなんかみんなで集まってお客さんも入ってるのにみんなで次曲の相談をし始めてる夢とか、あとステージに履く靴がないとか靴あとやりながらお客さんがどんどん帰っていく、怖いですねそれっていうのはよく見るんですけど、そのまあ多分不安の裏返しかないと思うんですけど、はいはいはい、だからまあ毎回見るんで、あまりにもそれを見たら OK みたいなところも、あ本当ですか、逆に嫌な気持ちで目は覚めるんですけども、でも見たことで、まあ、今回も見たなっていう感じはありますけどね。強いですね。いやもうなんかまあパターン化してきて、ね、やっぱりリハの時ってなんかその
特に新しい曲とかもニューアルバムのツアーとかだと、はいはい、そのお客さんの反応も分からないし、や実際それでやってみたらまたねその、うん、曲のつなぎがこういまいちだったりとか、そのテンポ感がここじゃ合わないとか、はい、自分が思ってたのとお客さんの反応が違うことってやっぱり初日とかやったりするとあるじゃないですか、うんうん、やっていけば解決することっていっぱいあるんだけど、なんかリハ中ってなんかそういう不安が多分渦巻いてる感じしますけどね、うんうん、僕はゲネプロがすごい好きで、あそうですか、ええ、お客さんいないけど照明とかはいつも通りじゃないですか、ええ、そうすると自分の頭の中でめっちゃ乗ってるお客さんを想像できるんです。あその時が一番好きかもしれない。僕ゲネプロが一番好き。本当にゲネプロでも嫌がる人多くないですか。あそうですか。割とこういう感じで見てたりとか皆さんが、そのスタッフさんが、ね、そうですね、そうですね、僕は割と平気なんですけど、はいはい、あの本番のようにやったりするのが楽しかったりするんですよ、はい、その大好きっていうところまでいかないですけど頭の中でイメージ作れるので。なるほど。でも それ本番始まって初日とかでそれとまたちょっと違ったりするときあるじゃないですか。もうだから怖くなる時あります。お客さんいるのに自分がイメージしてるこの歓声がでかすぎちゃってあれお客さん全然乗ってないんじゃないかっていう。なるほど、はい、なるほどね。今ちょうどだからそういうお客さん入れないでやることが多いじゃないですか。です、ね、あとはお客さんいてもその歓声が聞こえないっていう、だから完成マシーンを作ったらどうかって言ってるんですけど、それゲネプロでも使えるかもしれないですね。そうですね。わーっていうこうキューステージのあの MC は好きですか。好きじゃないです。あそう、不思議ですね。あのコンサートに行った時は好きなんだろうなと思って本当ですか。好きですか。好きじゃないんです全然。僕できることなら喋らないです。本当ですよね。でもなんか喋ることが多くて、その多分自分で思うにその照れ隠し その裏返しみたいなところでついつい間を埋めるために余計なことを喋ってしまうみたいなところはあると思うんですけども、うん、だからその本当は喋んなくても OK っていう方が僕は好きなんですけど、でもお客さんとかファンの方はそれだとつまんないですもんね。喋ってほしいですよね。そうなんでしょうねきっとね。多分喋ってるぐらいなら曲やれよっていう人ってそんなにはまあそうですよね。でいないですよね。松本さんは喋られるんですか。あのほとんど喋らないんですけど、その、まあ、メンバー紹介したりとか、でまあ、今日の調子はみたいな、まあ、そういうところで話しかけて話すパートは毎回ありますね。やっぱりまあ声聞くと皆さんも喜ぶんで、はいはい、でも MC ってやっぱりその好きではないにしてもその全体の構成の中でもこうリズムを作る上で重要ではあるじゃないですか、はいはい、そうですね、歌がその MC によってすごい響いてきたりもしますしね、うんうん、だからまあこういう、まあ、リズムというかそのライブ自体の流れの中で一番いいところでこう MC で勢いつけて入った曲がもうすごい盛り上がりになること、うん、はい、とかもありますよね、うんうん、だから昔は、まあ、歌のイメージを壊したくなかったですね MC で、うん、なんか曲はすごい完成されててあのそれを聴いた人がすごくいいイメージでコンサート運んであの歌聴けるって思ってるのにその前になんか僕の MC でなんかすごい日常感あふれるあのくだらない話とかをして歌をぶち壊したくないなっていう気持ちがあったんですけど、まあ、最後はちょっと開き直り気味ででももう定着してますよねきっとそれでいいのかなっていう。あいやでもファンの皆さんは望んでるんじゃないですかもう間違いなく。他のメンバーの皆さんも喋んないです。全くです。ドラムのジェーン君は喋りますけど、ええ、他 の, あのベースの中川、ギターの原はまあ喋んないですね。喋りたくない。喋りたくないんだと思います。あのギターの田原は、ええ、一回その僕が
まあボーカリストなんで他の3人メンバー紹介するじゃないですか、で僕の紹介を田原がすることになったんですよ、で毎回音楽を誰よりも愛する天才桜井和寿ってそれだけのことですよそれメモに書いてアンプの後ろに置いてあるんですずっとそれあのその喋る文句は同じなんですか毎回同じですそうなんだ、はい、いい話ですねそれそうですか、まあ、話すのが苦手なんだと思いますけどね僕基本あの自分の紹介ないんですよあそうなんですか、はい、自分でするんですかしないんですしないんですかないんですよ本当ですか、ええ、なぜかそれが定番になっててこの間配信ライブの時にあのキーボードのプレイヤーが紹介してくれたんですけど、ええ、珍しくでも基本的にはないんです寂しいですね寂しいと思ったこともなくてなんかそれでずっと来ちゃったんでなんか意識するとなんか誰か紹介してよって思うかもしれないですけどねそうなんですよなぜかないんです本当ですか、お客さんもだってなんで稲葉さんだけ紹介しないんだろうって思わないんですかね思わないんでしょうね思わないですもう慣れちゃってるんですよねなんか言われどうして紹介されないんですかって言われたことないですよね多分ねないんですよねないですか、だから もしかして紹介されると不評かもしれないですね次に僕はもうとりあえず何か食っていければいいっていうだけの仕事だと思いますね、何にもこう、まあ、取り柄がな他に取り柄がなかったから音楽を選んで、一生懸命やってきたっていうのはあるので、あんまり他のことが想像できない、ね、これしかないなみたいなことを思った瞬間みたいなってあります？まあ、他のこと本当に僕何にもできなかったんで、勉強も、何もかもだから、だから音楽にだけ一生懸命やれたっていうのはあると思いますけどね。何してました？僕もは割とあの学生時代は普通の、学生で何か問題も起こすわけじゃなくてずば抜けて優等生でもなくて割と普通だったんですけど、で普通にまあ教師の免許取って最終的には自分の田舎に帰って先生になるっていう感じだろうなと思ってポワーンと普通にやってたんですけど、まあその途中でその歌を歌うことになって、それをまあ学生と同時進行でやってたんですけども、自分としてはそのこれで食っていくぞとか、そのやっぱ俺これしかないなみたいな思うことってあんまなくて、その一番最初がまあ同級生になんか頼まれて、あの誰でもいいからっていう、本当言っちゃう、誰か文化祭に出るからバンドメンバー募集してるからちょっとやってよって言われてやったところからが始まりなんですけど、だからそのもう流れでずっと来てて、まあだんだんそっちの方が楽しくなって、もともとやろうとしてた、まあその先生になろうとしてる方の道はまあちょっとやめてこっちに来てるんですけども、だからなんか割と流れてきてる感じなんですよ、ということはミュージシャンじゃなければ先生に、可能性としてはそれが一番高いですよね。教科で言うと何、小学校か、中学だと数学なんですけど、数学、数学そんな好きなわけじゃないんですよそうですかでもバンドのメンバーの皆さんもずっとだって一緒ですよね、はい、それは素晴らしいですよね。同級生ですか、もう皆さん同級、そうです、同級生です、みんな同じ学年で、はい、まあじゃあでもそれだと本当に口に出さなくても分かり合うことって多分いっぱいあるんでしょうね。あの調子うまくいってる時はそうですけど、あのなんて言うんでしょうね、音楽のことですらこう話し合って決めるのが、まあちょっと恥ずかしいというか、あと言葉で表現して、じゃ例えばあの
これからバンドの方向性こういうふうにしてこうよって言って、うん、言葉先行で音楽がついていくのが嘘くさく思えちゃうんですよね、うん、だからなんか一緒にセッションをやっていて、あ、こいつのなんか表現の仕方変わったなって思ったら、それに反応して一人一人がちょっとずつ反応していくだけでバンドって変わっていくと思うので、そういうあのコミュニケーションの取り方をずっとやってるかもしれないです。それをもうここおのおのいろんなパートから感じながらこう変化してきてるっていうのは、すごく音楽的だし自然ですよね。なんかそれってでも誤解とかもきっとあったりもするんですけどね。それがでもまあその幅というか、まあまあそうですね。そうですね。でもそれは、はい、バンドがなんかで面白いなと思うのは、こう僕が思ってたことを間違って解釈 してくれてて、間違った音を鳴らしてるんだけど、あのでも関係がいい時は、あ、その音最高じゃんって思えるけど、うんうん、関係が良くなかったりすると、うん、おい頼むよ俺の言った通りって、でもそれはもうその時々の4人のこうなんていうの、心のありようで変わってくるから、そのバランスも相当この、うん、あ、バンド続けてもうすぐ30年になりますけど、いろいろ変わってますね。でもまあそういう感情によってその音の受け取り方が変わるっていうのは、うん、はいはい、もうそれもでも生々しくていいですよね、うん、すごく、うん、でもだからその最初に出すべきだったはずの音じゃない方が良くなったりする可能性もあるわけじゃないですか。だからそれはやっぱりそういうその感情の変化とかの過程を経てたどり着く結論で、なんかそれも音楽的でいいなと思いますけどね。歌詞とかもそのまあちょっと違う話なんですけど、その今そのスマートフォンとかでも聴けるじゃないですか、はいはい、でまあもちろんイヤホンとかして聴けるんですけど、その僕犬の散歩とかもよくしてるんですけど、それでなんかたまにスピーカーからちっちゃい音でこの辺だけで聞こえるぐらいの音で流しながら聴いてると、あの歌詞が正確に聞き取れなかったりするんですけど、で勝手に自分の中で言葉がそのように聞こえてるっていう歌詞みたいなのが結構あって、でなんかその後で調べると、その自分が聞き間違えた方の歌詞の方が面白いなと思ったりすることが結構あって、はい、でそういうことのためにわざとちっちゃい音で聞いてる時があります。そうか、あ、こんなデタラメな組み合わせ歌ってんだこの人みたいな、はいはいはい、で聞くと、で後で調べるともっとちゃんとしてたっていう。あ、でもそういう意味では自分で歌詞を書く時もその感じですか。そのでも自分で書く時はちゃんとその理由があって書いてる言葉だから、もう少しこの出所がはっきりしてるっていうか、言葉遊びみたいにしてする場合はまあ別だと思うんですけど、そのなんか聞き間違いで自分が作ってしまったフレーズが面白かったりとか、そういうことはなんか最近なんかこのコロナ禍においてよくあります。歌詞は曲ができて、ほぼ曲が先です。アレンジができて、まあ、曲にもよるんですけど、大体割とその、コードがあって、まあ、メロディーがあった時にそこでまあ書けるやつはもう歌詞をバーッと書いて、書いて、でそれではめてって歌詞ありでアレンジしていくことも結構多いですね。なるほど、歌詞も変わってっちゃうんですけど、はいはいはい、僕はあのメロディーができてアレンジして仮歌をデタラメの英語とかデタラメの日本語であのとりあえず仮歌を歌って、それを今さっき稲葉さんが言ったように自分でこうどういうふうに聞き間違えるかっていうデタラメを、はい、そういう書き方が多いですね。でっていうことはそのデタラメのその、あの音の響きに近い言葉を選んで、はいはい、でもそれもよくわかります、うんうん、一時その特に始めた頃なんか僕割とそのデタラメ英語じゃなくて英語ちゃんとした英単語みたいなのを勝手にはめて歌ってたりしてて、はいはい、
それってそのやっぱり、まあ、言語の違いももちろんあるんですけど、うん、その滑らかじゃないですか、はいはい、割とそういう綺麗に綺麗にっていうかこう、うん、メロディーに乗せる単語を選んでこう英語でやってるんで、それをだから日本語にした時のこの角がこうカッカッカッって出てくる感じが、はいはい、嫌で、なんか仮歌の時が滑らかだったのになっていうふうに、うんうん、まあ、昔は思ってましたね、そのなんかデタラメで言葉を選んでると、そのさっき言った苦手な言葉と苦手な音程、うん、この音程でこの「い」は歌いにくいなっていうのを、うん、あの自然と避けて仮歌を歌ってるから、うんうん、あの本当の歌詞をはめた時、その聞き間違いをわざと自分の中で誤作動を起こして聞き間違いを本当の歌詞にした時でも、うん、あの歌いやすいなっていう、はい、でもじゃあ例えばその、まあ、その歌詞のストーリーがあるとすると、そのストーリー自体はその後に、ストーリーはその後ですね、だからこの言葉、あのなんだろう、この聞こえたのが、うん、ペットボトルの水とスニーカーだとすると、ね、それを結ぶ物語を後から自分で考えるっていう。なるほど。それほとんどの曲がそういうわけじゃないですか。意外と多いです。あ、そうなんだ、はい、そうすると、このものすごく遠くに V を浮かべてるのば、うんうんうん、浮かべるほど深いものが手に入るというか、あ、その道のりがあるわけですね、はいはい、なるほど、面白いですねそれはすごく、うん、でもその、 歌詞を紡いでいく方法としてはすごく今僕にとってはすごく画期的だったんですけど、いいですよね、点と点をこうつなげていく作業っていうか、自分でも思ってもいなかったその自分が日頃考えていることみたいなものにたどり着くことが多いですね。その歌詞を書こうと思うと、どうしてもそのこの歌詞の中で辻褄が合うこととか流れを考えすぎちゃうんだけど、あのやっぱり突飛なものがあると、あのなんだろうな、それ自分でも思いもしなかったものに出会う。でもやっぱり、まあ、突飛なものっていう感覚が聞く人によっても違うと思うんですけど、そういう言葉はいっぱい感じますよね、僕ミスター・チルドレン聞くと、言葉でこう急に飛び出してくるような、その、うんうん、なんでこれみたいな、はいはいはい、だからでもそういう、でもそれこそ本当に人によってそのペットボトルとスニーカーっていうものが出てきた時に、そのたどり着き方が全然人によって違うわけですもんね、はいはい、うんうん、それは本当面白いですね。やりたいことをやられてると思いますけどね。そうなんですよね、うん、僕もそのその質問と同じ質問を自分の中で、うん、自分に対していつもしてる感じはあるんですけど、あんまないですよね、うん、人から求められることに答えたいなっていう気持ちが、だから自分のやりたいことがもうもはやあんまり先行してないというか、うんうん、でも僕がそう思ってしまうのはと、例えばファンの人からすると、いや桜井がやりたいのを聞きたいんだって思う人がいるのに、うん、いや僕はもう皆さんが喜んでくれるんだったら何でもしますっていう、この、うん、なんつうんですか、噛み合わない感じはあるなって思って、うん、でもそこから先は何にも考えてないです。僕は今のところ僕がやりたいことよりも、うん、僕を必要としてくれる方に応えていきたいっていうその気持ちが強いですかね、うん、でも例えばその今回の新しいアルバムを制作に入る時なんかは、その気持ちとしてはでもやっぱり自分がから出てきた音楽がバーッとあるから、それを形にしていきたいっていう気持ちで始まってるわけですよね。
それが最近はこれ曲できてデモを作ってて、俺これ世の中に出さなくてもひょっとしたらいいかもっていうような、うん、これはもう年を取ったんですかね。年齢は関係はあると思いますからね。なんかそういったこうメラメラした野心とか俺を表現したいとかっていうことがどん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 薄れてはきてますね。そうですね。だから僕もまあちょっと違うかもしれないですけど、なんかビーズっていうグループが、自分のグループっていう意識があんまり強くないというか、なんか最初はもうちょっと強かったのかもしれないんですけど、なんか変な表現ですね、みんなのものみたいな、感じになってきちゃって、で、まあ、その松本稲葉をはじめとして、まあ、他の、 その制作チームだとかいろんな人がまあ関わってこう、ゼンマイ回して動かしてるみたいな、どんどんそっちの意識の方が強くなってきてて、まあ、その中の、まあ、自分がやってるのは役割の一つみたいな意識があって、で、まあ、その役割でずっとやってきたんですけども、さっきちょっとちらっと話したんですけども、コロナ禍でもちょっと自分に向き合う時間というか、割と考え事する時間も増えてきて、なんかもっとそのミュージシャンとして大げさな話じゃないんですけど、なんか広がりたいなみたいなね、そういう気持ち、自分がまあ今までそんなに意識がないというか、なんかいつも手一杯だったみたいな感じで、だからそういう意味ではまだまだ、まあ、もしこの先、まあ、まだどこまで歌を歌えるのか分かんないですけど、そういう中でそのまだ違ったことできるかなっていう希望みたいなのは、希望っていうか楽しみみたいなのは今は持ってますけどね。そっか、ぜひ。でもまあ Mr.Children のその届けなくてもいいかなっていうことは多分ないと思うんで、届けてあげてください、ぜひ。それは届いた時にやっぱり成立なんかするみたいなところあるじゃないですか。そうですね、そうですね、はい、その大勢少ない一人にもかかわらず、なのでまあ皆さん待ってらっしゃると思うので、ということで今日は久しぶりのこのエンジン対談ということで、ミスターチルドレンの櫻井和俊さんに、お越しいただいていろんなお話を、伺いましたけども、あっという間に時間が過ぎてですね、水を飲むのも忘れてずっとちょっと話してしまったんですけども、まあ、このお話が皆さんに届けばいいなと思っております。櫻井さん、今日はいかがでしたでしょうか。いや、もっともっと話したいこととか、誰も聞いてなければもっといろいろこんな話したいのになっていうのはありますんで、じゃあ続きは何個か別の、はい、場所でということで、今日のエンジン対談、お相手は Mr.Children の櫻井和俊さんでした。ありがとうございました。